ハンディサイズの貨物船、ハンター。ハンディサイズは厳密なトン数範囲について公式定義がある言葉ではないが、おおむね最下重量トンにして15000トンから35000トンの範囲にある、バラ積み貨物船のことを指す言葉である。タンカーについてもこの言葉を使うことがあるが、バラ積み貨物船ほど一般的ではない。このサイズより大きな、典型的には35000トンから58000トンの バラ積み貨物船は、ハンディマックスと呼ばれる。1万5000トンより、小さなサイズ範囲には、広く受け入れられた呼び名はない。ハンディサイズは、数の上では最も一般的なバラ積み貨物船で、ほぼ2000隻、合計4300万トンほどが用いられている。ハンディサイズは小型であるため、小さな港にも入港でき、多くの場合クレームを船に備えていることから、港側のクレームや、 その他の荷扱い設備がない場所でも貨物を積み下ろしできるとても柔軟性がある船である。より大型のバラ積み貨物船と比較するとハンディサイズの船は多くの種類の積み荷を運ぶ。鉄鋼製品、穀物、金属鉱石、ン酸肥料、セメント、木材、チップ、その他のバラ積み貨物である。ハンディサイズのバラ積み貨物船は主に日本、韓国、 中国、ベトナム、フィリピン、インドの造船所で建造されるが、他にもこうした船を建造できる国がある。最も一般的な標準仕様のハンディサイズバラ、積み貨物船は、3万2000歳か重量トンで、最大汽水が約10メートル、5つの船倉と、油圧動作式ハッチカバーを備え、4つの30トンクレーンを備えている。また、 甲板状に木材を積み重ねておくことができるように、支柱を備えている船もある。こうした船は、ハンディロガーなどと呼ばれる。近年の心臓船発注にもかかわらず、ハンディサイズは、バラ積み貨物船の各セクターの中でも、平均船例が最も高い。ありがとうございます。